皆さんこんにちは、今回はですねこちらチルドなんですけども、超簡単に、アイテムなしでね攻略できるという方法をツイッターの方で教えていただきましたので、挑戦していこうかと思います。ただ条件がですね2つ3つぐらいあります。まあ、とりあえずパーティーご紹介していきましょう。はい、パーティーこんな感じです。ベジット、まあ、ベジットサンドなのでね、まず1個の条件、とりあえずベジットがいるっていうこと。そして俺自身のベジットの場合は必殺技レベル5なんですよ。まあ、こいつだけだと結構厳しいんですが、フレンドさん必殺技レベルマックスということで、まあ5と10、まあ教えてくれた方は3と10でもまあいけますよっていう、まあ、感じだったので、まあ、その辺は皆さんの持ってるベジットで試していただけたらと思います。そしてベジットの方がコスト48ということで、残り4残りますんで、ちょうど、サイバーマンノーマルを連れていきたいと思います。で、条件があと2つあるんですけども、まあ、運がね必要です。気力と運、この2つがね必要になってきます。で、それが揃えばもう簡単です。めちゃくちゃ簡単。それではやっていきましょう。まずはもう気力集めからいきます。で、ここである程度ね気力を取れれば、まあ、ベジットで確実に必殺技を打つことができます。ハテナマス踏んでね記憶が出ることを祈りましょう。おっと、踏めない。もう一つね、あと気力以外に運と言ってましたが、相手が必殺技を打ってくるとかなり厳しいです。なので必殺技、おっと、栽培マンに気力がいった。なので必殺技を打たれなければマジで楽。というのもベジットはですね反撃というものがついてますので、通常攻撃でしたら 70% まあダメージ軽減してプラス反撃ということでね、攻撃の方できますので、まあこれでやっていきたいと思います。まあ教えた方が言うにはですね、こいつ今必殺技レベルマックス、フレンドさんのキャラクターなんですけども、反撃1回の必殺技で、まあ1回で倒せるというね、この1ターンでということなので、まあ、ここは余裕でしょう。はい、まあこれはちょっと見ていきましょう。まあ、2体攻撃なのでねプラス1回攻撃はできますが、強い。まあ本当にそうですね、反撃1回の必殺技1回で余裕で倒せる。まあ、今回は反撃2回だけでいきます。で、ここから2体目来るんですよね。はい、来ました。で、こっからなんですよね、必殺技を打たれてはならない。ここ重要ですね、マジで。あと確実に必殺技を打つという感じでやっていけば、まあ2ターンぐらいかなで倒せるというお話でしたのでやっていきます。お、いいっすね。わ、素晴らしい。いや、素晴らしい、素晴らしいね。これは本当にもう予想通りですよ。これうわ、こんなうまくいくと思わなかった俺。本当にこれ撮影1回目なんですけど、教えてもらってから、なんだかんだ2回3回繰り返すのかなと思ったら一発で成功できました。アイテムなし、素晴らしい、ありがとうございました。クリア。はい、今回もう素晴らしいよね、これ。これはもうね文句の言いようがありません。それでまあパーティーの中で空いてるボックス、まあ空いてるボックスというかキャラ持っていけないところがあるじゃないですか。で、持ってかないと必ず栽培マンの体属性を持っていくことになります。で、まあチルドで通常でまあガードはできるので、通常攻撃でしたら2万食らわないくらいだったと思いますので、まあ、もしね分散でこう攻撃をしてくるときはベジットと普通に栽培マンでも通常攻撃でしたら耐えれます。まあ、ですので、まあ、安心してね戦っていっていただけたらなと思います。はい、ということで、
まだまだねたくさん皆様からのなんかリクエスト動画、撮っていきたいと思います。というかもう皆さんからこういう動画お願いしますっていうのが来てますので、まあ、見てる方もぜひこんな動画撮ってみてくださいっていう、まあリクエストありましたらねコメント欄それか、まあ、ツイッターのリプとかだと、まあ、直接、通知受け取れますのでそちらの方で言っていただけたらなと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。